疲れ様です。お疲れ様です。大事な話。じゃあどうぞ。大事な話。大事な話。本当に大事な話。何？タバコ吸って。いいいいですよ。休憩中っすね。今日はどばすか。何？つけなあかんの？おどう、うん。今日はね、重大な話がありますわ。はいはいはい。ちょっとね、足場の職人が。ああ音のなんか物頼んでもやってくれんって言ってだいぶご立腹です。そほんで俺も言いたいことあるんだけど、うん、言っていい？いいですよ。カットするとこはしますんでどんどん荒れてもらった方がいいです。トラックあるじゃん、サンドン、はいはい、俺、あれをいつも空にしとくんだよ。もうなんかあったら飛んでかなかんもんね、うんうんうん、こうしたら あいつら、うん、夜帰ってくるんだわ、うん、で帰ってくるのは行ってほんで荷物を それを積んでいたやつに入れ替えり乗せ替えりゃ済むこったろ、うん、でわざわざ面倒くさいかどうか知らんよ、うん、これに乗してその積んだやつを置きっぱなしで行きやがるんだわ。誰が誰が誰とは言わんよ。それで腹立つことででも喧嘩になったんだ一回。ほんで喧嘩になったんですよ。俺は言わんかったけど、うん、まあしゃあないで俺あいつらも夜遅く帰ってくるで、うん、まあそれは仕方ないで我慢しとったけど、うん、たまたまリュウジが俺に朝、うんうん、おやさんはいいけど材料を取りに行ってくれんかって言ったんだ、うん、朝ね、うんうん、おいいよって言ったんだ、うん、まあトラック満タンだからやってお前あ何でも俺おろす気ねえぞって言ったらさ、うん売り方が買いとこは知らんけど、おやさんどばさん何やっとるんですかって言い方したもんね。さもサボ、まあ事実サボっとるかわからんけど、そんな言い方しちゃったもんで、ああバカヤロ何ふざけたこと言っとんだいって言ったんだ。本当。なんかお前何やっとんだいって言ったんだ。やっとんだいって。あ、電話で聞かれた。ああ、そこまで聞いてないわ。ほんで言ったんだ。俺じゃあリュージが聞いたんですよ。ああほんだら、ほんならまあいつは親父、社長の言うで、おお、いえ、勝手にしてたと。いや、俺全然違う話から聞いたんだけど、うん、あそういうこと、あ、そう、言い合いだったの。そうそうそう。いや、なんか父ちゃんが最近、うん、結局はまあ、ドローンばっか飛ばして、うん、ドバにいないから。誰が言ったんだ、それ。いや、それしか誰かもしれんけど。いや、怒っとる、怒っとる。どうですか？俺、言ったけど、俺、平日の日には俺、仕事サボるまでドローンなんか取りたこと一個もないと。誰がそう言ったんだ。いや、俺、休んで行くのはあるよ。はい、うんうん、はいはい、お父様。俺はもう全くわからない。はい、わからない。それ話知っとんですか。その場合おったの。今、いや、いない。いいえ、なんだ。今撮影する前に聞いた。月曜日の話、それは月曜日の話だよ。じゃあ俺はわからんけど、でもまあね、まあ一応ドバジーっていうかあれだね。俺も悪いところもあるけど。おろしさんの仕事だよね。うん、うん、いや俺仕事だけど。さ言い方でしょ、多分。そう。さも俺がサボっとるみたいにさ、うん、親さんドバで何しとんですかって言い方したもんで、俺もカチンと来るじゃん。さもサボっとるみたいな言い方で、サボっとるとは否定はしないよ、サボっとるって事実。これがうちの父親でございます。この血を引いております、私は。まあ、そんなやのことだ。ああ、ほんと。俺何、そこから話してないの。いやいや、今日の朝でも喋ってよ、別に。朝来とんの今。うん、誰こと。来とるよ。何時に。7時頃に来とるよ。7時に。うん、7時前後に来とるよ。あ、来てんの。なんか噂ではもう全然ドバン見えへんって言って。うん、来とるよ。誰も見えへんって言ってるけど、うん、でドローンばっか飛ばして誰も見えへん。陰性やったでしょ。いや、昼間はそれは休憩時間かなんかでドローン飛ばすよ。ドローン最近調子悪いもんで。昼の休憩何時間。1時間しかない。余裕は。だけどほとんど半日だわ。そういうとこじゃないの。まあ、その、まあ、何やっててもいいんだけど別にね、うん、あいつらのまああれでしょ、お手伝いみたいなもんでしょ。まあいい年だよね。いや、定年してからじゃ与えとんだね。まあ視聴者の人はあのコメント欄荒らしたからよ。あの定年してアルバイトで来たんだよね、うん、まあちょこっと体の運動がてら自転車で通っとんすよ、実家から。すごいでしょ。え、年いくつだ。年、うん、71。満71。71。さあ、じゃあしっかり聞きましょうか。あ、さっきの怒りをもっと出してくださいよ。そんな真面目な話はいいですわ。いいよ。いきなりリュウジバーって言われて、それもう前からあったの。いや、前からってあのたまにあの、うん、まあ、名前出すの俺あんまりしたかないんだけど。名前出しとったけどね、完全に。いやいや、あんまり出したくないけど、まあ、リュウジの言葉言ったまに見た。名前出しとった、はい、出しとった。あ、ボロッと出てましたよ。心の声が。心の声が。それがいいんだけど、いろいろあって、うん、で前もさ、あいつらさ、自分らプロだが、うん、足場のね、うん、
その日になって材料があれが足らんとか持ってこいとか、あの取りに行ってくれとかさ、うん、そんなこと言うだったら、うん、お前らプロだな、うん、プロらしく、うん、前もってそんなこと分かるだろう言ってたんだ、うん、当日に取りに行って、うん、で現場持ってこいなって言い方はねえだろう言ってたんだ、うん、そう思いますかどう思います？いや、まあまあそれ言ってることはまあ正論だけど、うん、まあ、それはね現場だってなかなか分からんしね。で、あとその重量があるもんで、ね、全部乗せれんだよね。いや、それは分かる。そう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 、それは分かるの。分かります。だったらその日になって持って取りに行ってくれと、ほんであっち行ってこっち行ってくれって言い方するもんで、うん、そんなことだったらお前俺体一個しかねえんだぞ言うの。ああ、まあ言い方にもよるんじゃないの。そう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 、まあ、それと、まあ、あとやっぱ最近ドローンにはまっとるもんで、ドローン飛ばしたいもんで今日飛ばせねえと思うとイライラするんでしょ。今日はどこどこ行こうって決めとるのに。まあ、ぶっちゃけ話そうかもしれないけど多分ね、今日は昼からどこどこ公園行こうとか決めとんのに、それはある。なのになんか急にあれ運んでくれ、これ運んでくれって言うと、まあ、小学生みたいに怒るんでしょう。これが僕の父親ですよ。この血が僕には流れておりますだから僕は大人になれませんこの血ですからそう、お手伝いまあ、もう電話でどないちゃられたんだ。うん、まあ、まあまあそうだな。あ、面白いね。いくつだ？70何歳だ？いや、お父より子供のやつ俺地球上にいないと思うよ。いや、うるせえな、ここにしかこの人の伝説すごいですからね、実家でとんでもない親だからね、本当に。いや、じゃあ俺田舎だもんね。さ、言うなよ。猫とか、ね、言うなってそこら中におるんですよ、家の中とかにおるんですよ、朝起きたら、うん、あ、勝手に入っ、なんか気になる方なんですよね、うん、もう猫がね、家の中におっただけですよ、野良猫が。バックボクに殴ってもらってる猫ちょ、びっくりした、あれ猫がね、あのカーテンよじ登って天井まで走ってるんだね。逃げ回ったの、家の中を。だけどもう扉閉めて、もうそうそう、もう鬼滅の刃状態もう扉閉めて逃げないようにしてあら、行くぞーみたいな感じでバッチバチガガガガガガガって言って、もう猫家中で泣いて、もう俺もそれが夢にずっと出てね、うおってこう。つい何歳ぐらいの頃。いや、わかんないね。小学校ぐらいだね。あ、来た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 。いや、もうカメラ目線から始まったもんな。こっち見ずにカメラ見てたよね、あいつ。構えてきたぞ、構えて。構えてきたの。やべえな。レジ、座れ。なんか言いに来たら、最近父ちゃんがドバにもいねえし、なんか手伝ってくれんって言って、なんか電話するともう俺仕事終わったんだって言って、ちょっと言うこと聞いてくれないんですよって。結構ありますね。えそれで言いに来たろ、はい、ちょっと一言言ってくださいって言って、社長の方からなんか言いたいらしいよ、父ちゃんが。まずは龍二君から聞かない急におとなしになってるみたいな。は龍二君からで、それは、ね、今でもなの。何ですか。なんか電話で家になったろ、お前。俺それ聞いてないよね、お前から。2日前ぐらいじゃないですかね。あ、その後か。じゃあ俺だいぶ前だもんな、あれ聞いたの。あれちょっと前です、ね、2週間ぐらい前だよな。そうそうそう。あ、その最近喧嘩したの2日前に。喧嘩っていうかちょっといいタイミングで撮ったわそう、なんでじゃあ父ちゃんの言い分聞いたけど、どういう話なのそれ。親さんに頼んだのは、材料が、うん、その日で、うん、みんなに電話しとったら材料がいきなり急遽いることになったもんで、うん、頼んだんですよ、いろんなところに、うんうんうん、でそれを取りに行くのに、うん、ちょっと親さんに、うん、まあ、ちょっと材料取りに行きますかって言ったら、うん、お前トラック材料下ろしてねえがやっていうもんで、うんうん、いや僕らもちょっと急に材料頼むことになったもんで、うん、ちょっとトラック1台ぐらい下ろしてもらってもいいですかって言ったら、なんで俺がやらなあかんのだって感じで。そう。おお、顔が変わってきたぞ。ほんと。だけど、その言い方が悪かったとかもあるんじゃないの、お前。ほんで、まあ、当たり前みたいな感じだとか。龍二はそんなつもりで言ったんじゃないけど、うん、で、こいつは俺に、うん、親父さん、どこまで何してんすかって言い方したもんで。ああ、龍二がね。うん。うん、いや違うんですよ。その前に言ったのは。うん、俺にはちょっとやることあるって言ったんですよ。うん、そうそう、まあ、俺もやることあるって言ったんだ。で、やることって何ですかって。あ、やることって何ですかって聞いたら普通だよね。聞いたんだ。ほんだら、うん、普通だよね。で、ほんだら俺は、間違ってないよね、ほんだらお前なんだよ。で、居直ったのかって言ったんだ。なんでそう、居直ってないじゃん。やることあるんだ、今俺。あ、何やるんですかって聞いてるだけだよ。ほんで、どこで何やっとるかって言い方したもんね、その後ね。ああ俺もカチンと来たもんで。そういう言い方したの。ドバイでやっとるか、毎日やることもない。いや、そんな風には言ってない。言ってないわけだろ。言ったじゃん。言ったじゃん。言ったじゃん。いや、そんな風には言ってないけど、とりあえず言ったことは間違いないだろう。言いますか。そうやって言ったのは。僕が言ったのは、
でやることあるもんね、じゃあドバで何やってるんですかって言ったら、そうそうそう、でそれでやることあるんだ、じゃあドバで何やってるんって、そんな感じだね。ああ、そういうことな。そう、そういう言い方したんだよ。言い方もいい、そういう言い方したじゃん。なだって俺も、そこで俺が思ったのは、さも俺がサブという言い方しか、俺しか、そういうふうにしか言ったような意味に聞こえたの。俺はな。ほんなで俺カチンと来た方で、何とんのバカ野郎、そんなの知るかいって電話で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 、ほんリュウジが、ほんならもういいよ、ほんなら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 言ったろわって言ったら、それでリュウジもバーって上がったのって、めっちゃリッと冷静だ、冷静だ、あ、そう、普通に偉いね、お前怒らなかったの、それで大人だもん、俺子供だもん、あ、じゃあもういいですって言って、プチって来たんだ、もういいっすわって、俺ほんなら言ったろわって言ったら、もういいっすわって言ったもんで、あ、そうか、ほんならほんなら前、ほんなら分かったって言って、社長に言いますって言ったら、あ、そういうこと、お前も言ったよ、お社長に言いますって、僕でも相手にならないね、言ってもじゃあちょっと社長の話を、そうそうそう、それはあると思うよ、みんなやっぱ社長の父親だから気使ってるから、いや電話してももう電話出んのって、電話しても電話出んのって、まあ、あんまりこんなこと言ったら水かけダムになっちゃうけど、うん、あの俺いつも赤いダンプはあのトラック開けとくのは、うん、自分らが電話かかってくるじゃん、材料欲しいってか、うん、でその時に、ね、一台を開けてかんとまずいじゃん、うん、で夜遅いで帰ってきたの分かるよ、うん、積み込みあの面倒、うん、くさいか知らんけどどうか知らんよ、うん、でこれに積んで、うん、持って帰ってたやつをそのまま置いてくわお前ら、はいはい、それを俺腹立つの、一生懸命こっちは空にして段取りして材料来た時に持ってかなあかんじゃん、頼まれた時に、はいはい、ただでも僕らが思うのは、僕らは別にトラック1台開けるつもりがないと、トラック全部込みでいろんなトラックで回そうとしてるんで、このトラックだったら、これとこっちとの現場との意見の食い違いだわ。そこだね、お前らコミュニケーション不足だな、これ聞いてると。はいはい、まあ、当社だいぶ聞いたけど。いや俺はそういうつもりでいつも開けといて運ばな感じや、うんうん。いちいち余計に積む積んだやつにそれを持ってくることはあんまり良くないし。まあでも現場の段取りもあるでね。まあまあそれはそうだ、ね。それがじゃあ どっちが正解なのかわからないよ、うん。それをじゃあ当社もやりやすいように持ってかなあかんもんで、でそれはだってさ。今から持ってきてって言ってトラック開いてないのがそうなの、すぐ現場が止まっちゃうんだから、だからそれは段取りで話し合ったらいいんじゃないの、でこいつにどうしたらいいか、材料積んで、うん、体も積みやすいから考えてみれば、まあそりゃそうだ、うん、どっちも言ってると集めるで、どっちも言ってることはあっとるもんで、ただどうしていくかだよね、ただその前日に、いや別にいいよ、そういうにしとれたらそういうふうにしたらいいよ、やっぱね、俺もそういうつもりでさて、うん、やっとるのにやられると、うんうん、カチンとくるもんで、そんなもん失敗ことになるの、まあ、もうそうだね、ただ、まあ、前日にもうやっぱね8時9時まで残業しとる時もあるもんで、それは分かるて、まあ、朝下ろしてあげる、あると前日におやさんにこれでお願いしますっていう時は全然あるんですよ、あ、どういうこと、休校があるじゃないですか、現場で材料があるとか、うん、やっぱ材料買って持ってきて、うん、取りに行けますかっていう、うん、まああれだね、もうちょっとコミュニケーション取って前、まあね、そのドローン飛ばしないの飛ばすのはいいんだけど、なんかあったら動いてあげるっていうのは作ってあげるのか、まあ、それすらできんのはそのできんってやっぱり、まあ、途中だもんで、まあ、それはいいけどその決めとかんと、もうそれは動けんよって、突発的には動けんよだったら、まあ一人もう一人置くかとか考えてかないかんじゃん、お前らもそれが便利だな、その職人雇ったら高いけど、まあ時給で1000円ぐらいでドバの作業をやってくれる人、まあ、今まで俺ずっとここを勤めて何年になる、俺3年かもう3、4年になるか、うん、でも定年してからね、材料を取り足らんって電話かけてだいたい昼頃だもん、いいから1時か2時頃までだもん、さっき言ってたし、それ以上いやだいたいそうだけど、さっき言ってたまに3時とか4時だいたい取りに来い持ってこいなんて、お前プロが言うこと自体間違っとんなって言った、違う違うどっか頼むやん、頼むやん、だいぶ違う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  YouTube 向けだわ、お前らより全然喋るぞなあ話が違う、それは別の話だ、要は例えばどっか材料を取りに行かなかんじゃん、あ、なんとかながらしないよ、あ、材料取りに行って持ってくんだ、そう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 、あ、基本これないやつをな、朝顔とか、朝顔とかいろんなのがあるか知らんよ、そんなもん、まあ、前の日に分かることだが、自分の仕事をしとることだが、図面書いてやると、はい、だったらそんなその日になってあっち取りに行け、あ、次あっち取ってくれって言ったら、あ、仮に、あ、そういうやつね、あ、そうそうそう、ちょっと手すりが足りんでちょっと持ってきてとかじゃなくて、それじゃない、そういう材料、あ、それを当日に朝川取ってきてとか、そんなこと分かるだったら自分らそのプロがね、それはいかんな、いや、まあ、それもいろいろ話があるんですけど、いや俺も分からんよ、それはでそれを話してないだろ、いや、それも僕らも夜に言われるんですよ、でそれをそういう事情知らん、謝ってないだろ、ちょっと昨日夜頼まれたもんでどうしてもお願いできますかって、いや、決めんじゃないの、まあそれいきなりや、おやさんこうやってああやって、まあ、当たり前やって、だってお前らもそうじゃん、
いや僕らって当たり前じゃないですよ。まずおやさん、あ、すいませんちょっといいですか、今日呼ばれなんかやることありますかって、いきなり僕らも電話して、おやさんどこか取ってきてなんて僕は全員多分言ってないですよ。そういうことや、そういうことはちゃんと俺らは礼儀してるでしょと、はい、それなのいきなり、なんだお前俺も言っとんかって言うわけだ。そしたら僕らも、あ、じゃあすいません、じゃあもう大丈夫ですあ、もういいですもう社長に言うしかないですねってなるわけだ。まあ結局な、結論は何なので結局なん、どお互いにやっぱ歩み寄らんと、うん、俺もう嫌だ、まあ、いいわ、はいはい、俺やったるわ、ほんだら分かるわ。リュウジどう、なんて言いましたか、お前らやってあげるよ、やったらって言ってやりますやってあげますって言えるよ、まあ、やるっていうのは相撲対決で決着あの、ハンデくれハンデハンデあげても勝てるよ、足縛って、手縛ってあの、ぐるぐるして相撲じゃないですからね、ただこんな、こんなで発狂のようになったらいいよ。ああどう、じゃあお前らからしよう、反省点あんの、改善案は。まあ、僕らも前 その前の日とかね、やっぱりいろいろ調整して、うん、話せるところは全部話しておいて、うんうん、はい、じゃあ今日の動画はこれお願いします。はい、まあ、結論、うちの親父は YouTube 向けってことだもんねよく見てるらしいですね。よく見てるちょっと宣伝ありますけど、あのマッチングサイトでやってて、あの、まあ、求人マッチングと外気塗装のマッチングってやってますんで、ぜひそちらの方の登録もお願いします。はい、ほんでね、ちょっと今日も会社に電話あったって言ったんだけど、ちょっと電話してくるとかもちょっとやめてほしいから、あの、もしあの YouTube 上にもメール貼ってあるし、アドレス、はい、あのインスタの方、僕の方に、俺が直接プロジェクトやってるもんで、他の社員まだ今知らないから、あの結構ね、毎日のように電話がってくるのは。求人についてですか？いや、マッチングサイトがこうだなとか、こうだ、細かく聞きたいとか、ちょっとそういうの対応してないんで、あのメールの対応だけはちょっとしようと思ってますけど、はい、ね、あので、まあ、6月公開予定です。で、まあ、順繰り見とりゃ分かると思うし、もう操作方法どうだこうだってそれを教えるまでのことでもないし、教えるつもりもないんで、もう使い方は使えんでやらんでくださいっていうレベルのサイトだからこそ安い、うん、業界一の安さでやれるっていうのは、もう人を介在させないつもりだから、お問い合わせセンターみたいなのも置くつもりないから、そこだけちょっと了承してください。で、その業界一の安さになるので、まあ、6月公開です、大規模マッチングは。で、求人マッチングはもうやれてますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、あと、またねー。